通らん権利あるって、うん、あんただ。あ、違う警察大丈夫。あ、こんばんは。あ、はい、こんにちは、皆さん。今日は西成の玉手でご飯です。玉手ご飯、うん、弁当。千秋さん、西成で YouTube 初めてだね。 YouTube 初上陸ですね、やばくない。楽しいな、いろいろあるよね、うん。あ、支援の人やな。支援の人だ、多分。おっちゃん、飲みます。すみませんけど、飲む。あの人、パーンとクロスと見てな、うん、俺ももらう権利あるって、うん、あんたのはダメ。あ、そうですか、みたいな。わかるわかる。はい、もったいもったい。はい、なに、これ、いただいていいの。飲んで。ありがとうございます。お茶、いいわ。いいわ、そこそこ。ちょっと見たやつ、歩いて帰る。ああ、家はその、この辺、こういうのやつ。ちょっと家がある。ああ、ありがとうございますよ。よし、ありがとう。別ですか。お茶。お茶、とりあえず。なんかいろいろと。もういっぱいいっぱい。いっぱいいっぱいらしくて。らしいよ。あ、こんばんは。めっちゃ若い方です。あ、そうですね。はい。だから僕ボランティアで月に2回だけ弁当作ってきて。あ、そうなんですか。ここのお腹空いてる人に配るだけなんですけど。あ、なんか聞いたことあります。なんか。あ、でもね、僕は最近始めたから。あ、そうなんですか。本当すごいなと来てます。あ、本当ですか。ありがとう。その時の弁当だけ見てもらおう。すごい。顔出しできるから。ね、僕ら何しようかなって思うんですよ。その弁当だけ見てもらって弁当のまず画像がこれなんですよね。視聴者さんもし見れたら、あの映るかな。これがね、梨を切って入れてるかな。ちょっとぼやく。あ、全然いける、いける、いける。おー、こういう感じで。これも豪華な普通の食事ですよ、ね、梨があって。多分選手のナスのね、あのなんか揚げナスみたいなのも作ってくれて、で、そのホームレスの方が、あのもちろん僕普通やったらね、ここで食べてもらうのが普通かもしれないんですけど、はい、僕は前に1回だけ行ったお店お連れして食べてもらったんですよ。はい、はあはあ。ほんならここでおった時のその表情めちゃ暗かったんですけど、見せたらだいぶ元気になってる。でも昔俺はこの辺で家借りとったんやなっていう、その武勇で。ね、それ出ますよね、お話が。そうそう、場にあったっていう。ああ、シロさんね。すごい。最高。すごい。すごい。亀田パパね、岡山は好きなんですよ。あの、絞り声もなくなっちゃいましたけど。あ、ですね。え、じゃあ、違う。警察、大丈夫知らなかった。いや、あれじゃない。警察じゃない。警備員ね、定期的あのゴミ濃いよね。まあね、ちゃんと回ってますよっていう、あの工事現場終わった。ああ。めっちゃ重いっすよ。これよかった。
シューハイと餃子っすね。モルトはい、どうぞ。飲んでください。もう長いですか。ああ、そうなんだ。結構行きますね。結構ね、なんか優しいですね、みんな。なんか、でしょ。人間味があるっていうか、なんか、ちゃんといろいろ話してくれるっていうか、僕らが事情を聞かなくてもいろいろ言ってくれるっていうか。そうだね。先ほどこれ横にゴミ箱ないですか。ねえ。ジャンケさんも好きなんですね。え？好きなんですね、こういうの。いや、僕こういうの好きですよ。結構ね、暖かいですよね。うん、皆さん怖いイメージがあると思うんですけど、ね、いろいろとあのコロナに気をつけない人とか挨拶してますけど。まあね、僕ね、今日新今宮の駅着いて、僕緊張したらちょっとえずく癖があるんですよ。うえってね、わかる人います？風邪とかね、緊張したらえずく癖があって、大阪に着いたってのはちょっとなんか緊張しだして、いや、俺ら今にゃん。RZR さん怒られる。はい、まあね、みんな優しいな、コメントしてくれる人。コメントしてくれる人みんな好き、俺は。はい。結局おらんもん、そういうアンチみたいなコメントをする人って。うん。アンチは結局低評価するだけで、アンチにコメントする人おらん。はいです。はい。近い。はい。酒さんまた仕事だからね。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、それではまたよろしくお願いします。バイバーイ。竹さんも頑張って。はい、かい。かいかいかい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。